まっすぐで上にお願いします、ね、顎に消してますか。いや自分の顎が刺さってて痛かったように顎に刺さる。あんまあほ。いたわってる。大丈夫腰の方に入れてください。腰を浮かしてください。はい、そうですね。いきますよ。息を吸って。はい、吐いて。吐いて。吸って。吐いて。吐いて。はい、戻します。はい、ゆっくりします。これで肩が先ほどより、ね、こうどうですかカメラから見て、さっきより整いましたね。そうですね。はい、さっきなんかこういう感じでしたから、ここにしっかりシワが入ってたので、今まあ伸ばしても戻らなくなったので、はい、って感じですね。首痛そうですね。痛いですね。首もカチカチですね。お母さんって YouTube とか見るんですか？見ないんです。あ、見ないんですね。はい、じゃああんまりモンハさんの活躍っていうか、あ、そうですね、出たものとかあんま知らないっていうか。知らないんです。あ、見たいとかもないんですか？あ、どうなんでしょうね。あんまり聞かれたりとかないですか？うん、あんまないね。あ、そうなんですね。チチチみたいな。なんかうちのお母さん、人が死なない映像にあんま興味なくて、サスペンスものしか見ないんですよ。あ、死ぬのが好きなんですか？そう、なんか死ぬ話がいいんです。そうなんです、それ以外見ないんですよ。あ、そうなんですね。事件ものが好きだってことですかね。そう、推理したりとか。いや、なんか人がなんか死ぬのがいいみたいな。人が死ぬのがいい。そうですね。ちょっとおかしい人だ。首の後ろ伸ばしますね。ここにしてくださいね。息吸って吐いて、はい、自分はやらなくていいですよ。楽にしてください。伸びてますか？はい、はい、下ろしますね。楽にしててください。痛いですかね。あ、でも気持ちいい感じ。
あれでしたよ、あのなんて書いてたかな、割とコメント欄で、うん、あの私とモモハさんがやってるやつで、うん、間違いなく美しい2人がいますみたいな、はい、一応そういう、うん、賛辞もいただいてますよ。モモハ結構可愛いとか、あ、ありがとう、はい、面白いとか痛がり方が面白いみたいないただいてますね、うん、頭どうですか。頭痛気持ちいいです。頭痛気持ちいい。頭凝っちゃうんですね。うん、スパゲティ好きなんですか。たまにミートスパが食べたくなる。あ、そうなんですね。楽屋の施術では何が好きですか。あ、でも顔やってもらうのが。あ、顔好き。耳リフレも好きってもおっしゃってましたね。あ、そうですね。うん、耳って触られたことなかったですからね。それは。そうですよね。そうそう、あんまり耳って普通に生活してたらな、あの気にならないパーツですよね。そうです。耳リフで気持ちよすぎたから、はい、私も人にやってあげようと思って触ったら、はい、いてえってなんか喧嘩っぽくなりました。何すんだみたいな。耳引っ張んじゃねえよみたいな。あ、そっか。あ、やっぱやり方がね。まあ、あとあの気持ちもあるかもしれないですね。こう受けるつもりでいるのといきなりえいってやられるのは違うかもしれない。あ、痛いですね。ああ、あ、うん、大変だ。血管が、あ、血管じゃない。ここで痛いのは血管じゃないよ、モモハさん。太い血管がつままれた気がする。あ、そうなんですね。ここね、筋肉ですよ。あ、痛い。痛いね、硬いね。あなた硬いね。ちょっと叩きましょうか。大丈夫ですか？はい、はい、あと座ってちょっとやらせていただきますので、上にしていただいて上げます。はい。
くないですか。はい。けど行います。息止められてください。大丈夫ですか。はい、ちょっと胸伸ばします。頭の後ろで、はい、置いといてください。ちょっともう一回組み直して、指絡ませて頭の後ろで押さえてください。はい、そうです。胸伸びてますか？はい。はい。はい、じゃあ、どうしよう、後ろに持ってきます。体を起こしてください。はい、はい、胸張るようにします。あ、痛い、痛い、もう無理、もうすでに痛い。はい、息楽にして顔起こして、顔起こしてください。はい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 。ちょっとね、肩上がりやすいんで、ちょっと あれですね、反対方やります。肩ぐーっと両肩耳の方に近づけるように上げるようにしてください。ぐーっと力入れて1、2、3、はい、抜きます。もう一回やります。ぐーっと力入れて、すぼめてすぼめて、はい、抜きます。はい、と一回だけぐーっと、はい、抜きます。はい、ちょっと力抜けてきましたかね。はい、はい、ちょっととりあえず整体こんな感じで、はい、はい、